2015年 7.26UNB 北陸予選あと金沢マニール。実は北陸予選金沢での UNB 開催はだいぶ久しぶりになるんだけども、後ろにドーンと日本海の荒波を背負って、そしてそこで育った男たちの中で日本一を目指すのは一体誰なのか。16人の MC、 本当に新世代、そして今までずっとバトルを築き上げてきたキャリア組のベテランの試合巧者たちがぶつかった、すごくいい大会だったと思います。まず個人的な感想としては、16人の MC の中でバトルのやり方、スタンス、スタイルが被っている MC は一人もいなかったです。もう全員が自分のやり方で勝ちを狙っていく、そういうスタンスだったから、マジで誰が勝ってもおかしくない。そういった中でやはりこのタイミングで UNB 新しくなって日本一を決めるってなったんだったら、やはりここは俺が行くしかねえだろっていうか、まだまだ取り逃してきたものがあるんだよっていうのを見せてたのです。再び北陸の頂点に立ったのがこの男、ジョニー・ザ・サマタ。おめでとう。おめでとうございます。ということでジョニー・ザ・サマタ16人、まずはおめでとうございます。そう、バトル久しぶりに出たと思うんだけど。そうですね。で、それはどうだった今日、戦ってみて。今日そうですね、面白かった。楽しみだった。結構今日はバトルビートがいろいろなスタイルのビートが出てきたんだけど、ジョニーの特徴としては、はい、どんなビートが出てもそれに合わせてちゃんとビートに合ったフローだったのが出てくるんだよね。で、うん、それでちゃんとジョニーのラップのままで本当にいろんな技持ってるなっていうのが改めて証明されたと思うし、相手とのアンサーとかもフローでまずアンサーするみたいなこともできちゃうし、内容もちゃんと自分で返してるし、かなりオールラウンドプレイヤーだったと思います。なので日本中をびっくりさせる可能性が、そして今までずっとあとちょっとなんだよなとか、もう一歩行けば日本中のやつにジョニーがどんなやつか分からせられるなっていう一歩手前でどうしても止まってきた印象があるから、はい、それが今度いよいよ登場できるか。 9.23 ジョニー・ザ・サマタ、最後にちょっと一発目を切ってください。で、9.23 北陸ヒサビサ JPS エド・ジンジャーズ D で音源出してるエド・パルボリューム1ボリューム2、夜きっと調子いい病みつきのチューンで、そんなのばっか作ってるエビで、イエイエイエイ、カナダをジョニー・ザ・ソナタ、チャンピオン・オブ・北陸。そしてバトルリーズは何年ぶりですか？出るんですか？出るの。なんかでも、たまに出てたりしてたんですよ、うん、ちょっとでかい全国レベルのやつはちょっと久々のチャレンジ。そうですね。ということで、2015年 9.23 新宿レニュー UNB ファイナルには北陸代表として乗り込みます、ジョニー・ザ・ソナタ。さあ、改めて北陸の代表を決めましょう。セコーマス VS 高校ジョニー・ザ・ソナタ、レディー・ファイト。Yeah, ジョニー炎上も適当じゃなくエンジョイしてくだけ炎上させるぜ俺たちここピカカアート神社海外の MC なら相手にした後死んじゃうかもしれねえけど俺は立ち上がるお前ロンキーゾンビみたいな気持ちで立っていくぜ死のまず Yeah もちろんエンジョイ俺たちは地元金沢神奈川遠距離でも遠距離してるぜ謙虚にどうだねお前はケンタッキーみたいに食って投げ込む洗濯機選択肢はもうねさっきのチャンスの浮かした時点でお前の価値なんて消えちまってるさ選択肢なんてほんと昔からなかったゼロからのスタートの丸腰やるだけだぜ命決戦でやっていくだけだぜ赤い血ギロチン一つ落とすお前には足りなかった気持ち分かってるライブは一品でもライブを絞った先がほんとマジくて俺は全然食えないっすわ Yeah ライブを絞ったコロナのみたいお前に消化するスパイスは強烈俺の前は情熱俺何よりもパッションフルーツみたいな感じこのルールキャスティングエブリティングアラーミー全てのしがらみなんて本当にないぐらいに仲良くやってるぐらい今も一緒にヒップホップしたいでもちろん未来俺とお前
分かってるぜ2がじゃなくても2が欠点を武器に戦って自分で言いたいポジティブな未来やるだけだぜ俺たち街中肌が言葉で出すお前は頭は花畑かもしれないが俺の頭言葉は肌が出す、yeah.味わった苦味はどこのハスラーも裁けねえようなもんだ俺は問題は片付ける一から一緩和の価値から恥さらしながら恥を渡すのような気分口化け番長まだ物足りないだから腹減ったなだからサーカーお前はただからボタ持ちシップ Yeah 腹減ったなよくご存知分かってる俺はまだハングリーでかぶりたいのはかぶり分かってるぜカンさん、イエーサー中心いろいろ鍛えるここ MC バトルで連れて熱いものをたぎらせてやってみたけみんなの記憶に残す俺は勝ち上がるここから、yeah. oh. 審査員席とかチラチラしてんじゃねえ俺はお前の目の前だけを見てるぜバトルで言うのは直球勝負一歩通行じゃショックだぜこれは LINE の既読するみたいなもんでも俺はちゃんと記録する全ての記録を詰め込んで923待ってな東京終了